マジ、うん、裏切りマンキーコングの富士山に似てましたか今の、まあ、僕の憧れなんで、うん、トレースしましたトレースしました、はい、スマブラハウスの MC させていただきます、ジャパニーズ小池です、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ということで今回もこの素敵なお友達に来ていただきました。そして馬娘も大好きなこのお友達でございます。はい、自己紹介お願いいたします。デトネーションゲーミング所属のニエトノです。はい、よろしくお願いいたします。好きな馬娘はミホのブルボンです。はい、解釈1どういうこと。いや、お父様はミホのブルボンが好き。あ、そうなんそうなんですね。ういうこと。チョコも引きました。チョコも引いた。あ、よかったです。おめでとう。ちゃんと天井まで。あ、天井行っちゃいました。いや、天井行かなかったけど天井まで。あ、なるほどなるほど2体は2体以上は確保したいと。そうそうそう、星4にはしたいな。なるほど、そういうことですね。いいですね。いや、勝ち勢じゃない、もうやってないもん俺ログイン勢だから一社だけ貯めてたここぞというときに、今日のためにね。そういいんです、こんな話は。すいません、大変申し訳ない。はい、ということで、レギュラー陣の紹介です。自己紹介お願いいたします。はい、エントリンクスの熊田です。よろしくお願いします。はい、ヒカル君よろしくお願いいたします。そして、はい、ピオネネです。よろしくお願いします。はい、ネネ子よろしくお願いいたします。さらに天の声でございます。一応います、レインです。一応じゃないよね。一人でもかけたらスマブラハウスじゃないんだ。あ、その通りですよ。そうですよ。何その、誰かが一人でもかけたかけれないんだ、ね、そう、ちょっとなんか心がなんか傷ついてる人みたいな。誰もかけれない。誰もかけれないって言ったよ。誰もかけれない。誰もかけれない。一人かけたらもうスマブラハウスじゃない。じゃない、じゃない、ね、もう解散。解散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 、みんな解散ということで、今回もスマブラハウスね、楽しいお友達ニエトンさんに来ていただきましてやるんですけれども、はい、今回はですね、レインさんの持ち込み企画でございます。はい、めっちゃ持ち込んでる。ありがとうございます。すいませんね、はい、いただきます。はい、今日はどんなことをしますか。はい、まあプロゲーマーだったら、はい、スマブラしながらやっぱ7分ってあるじゃないですか、スマブラ。あ、スマブラの公式のルールで7分っていうのがあるわけです。一応ね、あるんですよ、はい、で、まあ体内時計で、うん、まあタイムアップとか意識しながら戦ってんだろうなということで、はいはい、3足対戦してもらって時間は表示しませんが、はい、時間を当ててもらうゲームをしたいかなと思います。なるほど、対戦してもらっているお二人が、対戦終了時間を予測するということです、はい、まあ確かにレインさんがおっしゃったように、プロゲーマーたるものというか、まあゲームにおいて結構やっぱ時間配分って大切になってくる。 FPS は特に大切なんで、スマブラがどうかわからない。一つ言わせてほしいのが、多分呼ぶ人間違えてる、うん、呼ぶ人間違えて、Kさんとかの方が多分そう、うん、俺だってタイムアップしたことないから、そう使ってるキャラ的にスマホはシークとかリーとかソニックの時だけ、ソニックの時だけタイムアップしたことある、シークは。でもそれ以外はタイムアップしたことない俺。ニエトノさんはちょっと苦手じゃないかなと。タイムアップで知ってることです。ピチューで無理でしょ。ピチューどうやってタイムアップするの逆にって感じだけど、自分でダメージ食らうんだよ、また言ったら。しかも一番軽いの、一番死にやすい。そうか、しかも攻めないといけないキャラだから、ピチューってそれがあるせいで。なるほど、だからしないんですよ基本的に。はいはいはい、それもないっすね。チョイスを間違えてる可能性があるね、レインさんのこれもしかして。いや、それは違います。違う、逆に、はい、見たことないもん自分。まあでも、あ、強いて言わせてもらうと、うん、まあ、確かにそういうのはないんだけど、うん、俺高校時代長距離やってたから。あー、そうだ、あの結構持ってる体内時計。体内時計はちょっとだけいいんだけど、うん、ただ走りながらの話で、それって、うん、スマブラしながらはわかんない。そうですよね。いや別にスマブラしながら走ってもらっても構わないです。いや無理無理って考えちゃう、もうスマブラのこと。でもやっぱ大切になってくることもあろうかと。あ、まあ、うん、キャラによってやっぱそうですよ。あるんじゃないですか、ね、気づいてはっつって世界大会のさ決勝ではっ6分30秒ってならないように。絶対6分、え、どういうこと、残りがってこと。残り30秒。そうですよ。絶対ってことは絶対ありえないんですよ。いや怖っ。1回もしたことないよタイムアップ。あ、ない、1回もないです。ねねさんどうですか、タイムアップ。なんかそのスマメイトとかではあります。あ、やっぱあるんだ、うん、でやっぱ気づいた時にはもう
あでも残り1分ぐらいで気づきますね。やっぱそうですよね。なんか、うん、長いなみたいな。長いってなるわけでしょ。なる。俺長いと思って見たら2分ぐらい残ってる。あなんで俺もそうだ。俺もそうだ。途中ちょっと行き過ぎてんだ、うん。なんか長いなと思ってこれタイムアップあるかもピッて言ったら残り2分。まだいけるなみたいな。全然だったわみたいなね。ちなみに言うと俺は余裕で2桁以上あります。やっぱまあまあまあそうですよね。レイさんガンマ進出戦法だから。違う。違う。今攻めてこない。分からんけどでもあの今後、主要キャラクターの変更とか、まあ、作品が重なっていくごとに出てくる可能性もちろんあるわけじゃないですか。トムさんもあるんじゃないですか。そうですよね。オリマにこうやって投げたもんね、まあ、そうもしかしたらそう、まあ、でも俺はオリマでガンマチだったけど X の D からタイムアップは全然したことがない。へー、まあ、知ってる人は知ってると思うけど俺タイムアップ嫌いだからさ。へー、なるほどね。あそうだそうだ、そう、そうなんだ。タイムアップ嫌いならね、やっぱ時間の感覚ちゃんとしてなきゃ。しゃることあるんじゃないですか。まあ、確かに、ね。そうですよ。必要。確かにそうだね。ということで、まあ皆さんの体内時計、まあ時間把握能力がどれほどのものなのかということを、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、はいはいはい、さあそれではまず、私ジャパニーズ小池と、そしてねねこ。はい、ピオネネさんで対戦します。そして、対戦終了し終わった後に。いくつぐらいだったのか、タイムはどれぐらいだったのかということを2人で言い合う。1秒単位。1秒単位。まあもちろん。でも試合終わった瞬間、ポッて置いて、ったあの画面見ないようにしてもらわないと。いや、あの、1回ボタン押さないと大丈夫。そうです、一応。一応。置いとけば大丈夫。はい、わかりました。じゃあリザルト画面のところで止めましょうか。ただ時間経過で強制なったっけな。まあ、多分なんなかったと思うんだけど。はい、ありがとうございます。できるだけ早めに答える。そうですね。終わった瞬間にね。ということで、ねねさんと僕は一緒に答えるんですか、これぐらいだったよねってことですか。違う、いやいやいや、あもうお互いが、おのおの、分かりました。はい、それじゃあよろしくお願いします。お願いします。まあただ、ねねちゃん、そればっか気にしてて負けたらもっと恥じかくよね。さあ、どっちに集中しなきゃいけないのかな。俺は時間だ。え、でも小池さんとやるとき大体2分くらいじゃないですか、いつも。どうですか。いや、小池さん、今日の朝ごはん何でした。小池さん、あの画面中なんですけど、超集中してる。もしかして小池さん、すごい集中してるよ。小池さん、もう試合に集中してる。小池さんは年末の小池さん思い出した。何も耳に何もつけてないんだよな。トモさんさ、ワリオ使ってた時あったじゃないですか、うん、俺もあったっすけど、うん、なんかおそろそろたまるなってなってました。逐一見てました。俺は割と見てた。あのと一応あのちょくちょく暇な時は毎回俺は時計を確認してたね、単純に。ピッチャーの時も見てます。いや見てない、全く。あおお全く見てない。プレイで見せていくとこなんだけど、ね、めっちゃ集中してないか、池さん。わかるんすよね、マジで。小木さんの今5分です。時間は無理やね。5分経ってるはずがない、ね。今どんぐらいなんだろうな。昔俺スマホの平日大会の最後から1個前かなんかの時に、あのティーパックマンと対戦してて、その時シーク出したんですよ、1回シークした方が、その時だけラスト15秒ぐらいになります。へえ。昔って6分じゃないですか。そうだね、そう、リストだし、リストやし、そうそうそう。へえ。って考えたら今作のタイムアップって結構ああ怒っちゃうよな。6分にストレたまりタイムアップなんてあったかな。いやでもゲームスピードとか違うからね、全然。ああまあそうか、単純に。そうそうそう、火力とかも火力みんな高いし、今作。そうね。でも時間の話で言うと前作4分間一般与えない試合ありましたよ、お互い。4分間何してんのこれ。リトルマックに開幕脱出つかんで一緒にで、その後台の上で一生待ってましたね。いやマックは下がらない。うん、おいやこれ結構なんかさ、対戦するとバグってきそうだね、頭。うん、いやバグるでしょ。うん、長くない、なんか。いやいや普通じゃない。うん、まっすそんな。はい、はい、あそこ置いて、はい、置いて。あいいですか、うん、僕も答えていいですか。はい、2分43秒あ2分46 かぶせてきたか。いや違う、マジで思ってた。2分43秒です。俺はもう自信あります。さあ俺3分ぐらいで、じゃあ3分ぐらい。ちなみにじゃあ聞こうか。2分半ぐらい。2分半ぐらい。3分ぐらい。あ、いや3分ねえな、3分ねえな、確かに。2、4、6煮立てだもんな。
237ぐらい。223235。僕は2分43秒、そしてピオネネさんが2分46秒ということで、何分だったんでしょうか。ドン、もう一個。いやー、もっとね。あー、うっそー。ちなみに何も数えてなかった。すげえしたたかに集中してたから。2分19秒。意外と、まあ、ピオネネさんと僕の勝負ですよね。そう。で、どっちが近かったといえば、確かに小池さんだ。はい、私勝利でございます。ありがとうございます。いや、なんか勝利です。あの、このか試合結果は関係ないんで、時間切れゲームですからね。あ、そうですよ、はい、さあ、まあこんな感じでございますよ。なるほどね。まあ、言ったって僕らなんてね、もう申し訳ないですけど前座ですよ、うん、もうこれ負けた方本当あれですけどね。これ実力出ますね。いや、出るよ、うん。さあ、どっちを優先するのかな。タイムなのか、試合が早い早い、多分プレイなのか、どっちなんだろうな。俺、これなんか俺ジョーカー使ってガマチしてやればよかったな。うわ、光くんドッキー、ズルじゃん。ドッキー、何でしょ、何。いや、多分ドッキーが一番わかるかな。あ、まあそうですよね。あ、これやばい、クルワスに来る。クルワスに来る。まずいね。最高、クルワスに来る。まずいですよ。いや、でもさあ、時間をかけたい。俺浅いんだよな、ゾンビ。時間をかけたいニエドノさん、そして早期撃墜、そして一番慣れているキャラで当てにいっているヒカル君と。いや、ドンキーはね、俺結構わかるんですよ、これ。なんかドンキーが勝つ試合ってめっちゃ早いんですよ。なるほど。そう、多分ドンキー勝ってる時ってぐだらない時やから、うん、ドンキー側が撃墜してる時やから、うん、ドンキーが負ける試合ってドンキー意外と撃墜しなくて、はいはい、まあまあぐだるんですよ。うんうん、なんか両極端ってことですね。そう、なんかすごい負けてるわけでもないけど、うん、なんかドンキが残るせいで試合は長くなるみたいな。そういうことですね。その辺のやっぱ感覚はやっぱ持ってるわけですもんね。うん、気にしたことはないけど。まあまあまあ、もちろん。いや、でもそれはドンキ基準の話でしょ。ああ、もちろんそうです。さあ、どっちのペースになるのか。こいつはね、もう勝っても負けても早いんだから。おお。なるほど。さあ、行きましょう。お互い。もう持ち寄る力すべて使っていただいて、1点で終わります。これもしかして可能性はあります。さあ、始まりますよ。くそ、早そう。このカード全然見たことないな。そうだね、使用者が少ないですよね。中華だとないですね。そうですね、ドンキが結構いるかも。だってドンキピッチの、あの体力3倍あるんで。そうそう、にしないと死んでる。ニエタの雷は 87% 当たるんだっけ。そうですね、今日とかもね、あってまっ。でもね、今のは実質。え、かわいい。いや、もっとぐだってほしい。いや、うますぎ。そう、こういうの多いのよな、ドンキ。これで時間の感覚が狂っていくわけですね。1、2、3、4、5って今言ってたもんね。なるほどね。うまっ、ふっ、ずるするな。あ、おはようございます。かわいい。やっぱね、寝て起きてからの体内時計大事だからね。だってね、ウマ娘好きならタイムってやっぱ一番大切ですから、競馬は。ね、短くしていくか。サンハロンだってやっぱ競馬新聞の一つでもね。サツキのコースレコードいくつだったかな。でもコースレコード持ってる馬がね、で出てくるんですよね、馬娘ね、とのね、誰だっけあれ、あのこの間ね、誰だろうね、コースレコード持ってるやつ、そう、サツキだったと思うよ。2分。2000m か。でもアドバンヤベカとか、いや、じゃない、あのあれ発表されただけだね。あー、うん、成田トップロード、いやいやいや、
違うかな、うん、今ちょうど、あーいいね、今ね1分52秒今1分52秒かな、これね、たぶん珍しくかかってるかもしれない、うん、いや、じゃあドンキ負けるときマジでこんなのあるんですよ。はい、2分20秒ねえ、2分20秒も戦っちゃって、あー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 あらららら、さあどうなるんだろうな。でも他の人の試合ってこんな早いんだねうまっきさあ何分でしょう、はったはった3分40秒3分40? 2分30はい、一応ねねこも言おうか、2分22。あ、いいラインですね。私も、まあ、さっきの戦い踏まえまして、いや待て、2分40にしていい、いいですよ、いいですよ、2分40にして、はい、ちょっと保険張るわ。 OK です、2分25え、じゃあ俺も3分20にしていい、いいですよ2分50秒、はい、3分は絶対立ってる、3分20。 OK です、じゃあヒカル君が3分20秒、そして、ニエトノさんが2分半ですね、2分40でした、すいません、僕らがあんま別にどうでもいい。さあ見ますか、結果はどうでしょうか、ドン、ほらあーすごい、マジか、立ってるんだ、途中巻いたんだけどなぁ、だからドンキ巻けるとこんな、多分普通に巻いたら多分40ぐらい、へえー、なるほどね、いや、すごい、いや、でも台上とかで超時間かけてきたから、うわ、だからそこが大きいんだ、攻められへんでも、そこで5秒経ってる、どこ、あの6秒ぐらい経ってたから、うん、あ、ちょろまかしなんだ、ふっ、増やしてたね、ちょろまかしだ、ふっ、嫌いだ、さあ、ということで、ヒカルくんが3分半、3分20秒、あ、さっきも、うん、あ、確かに俺さっきも3分20秒、ほんとだ、はい、え、体内時計王、体内時計王だすげえ、体内時計王すげえ、やったうわーってすっげえ、すごいな、確かに俺いつもなんか、あ、時間危ないかもと思って残り2分た、ま、余ってんならそうでしょ、もっと遅らせるべきだった確かにそうだ、基本早いから、そう、基本早いから俺も体内時計そうなるとだから俺2分40だと思ってんなら確かに残り30ぐらい追加してもよかったのかもしれない確かにそしたらほぼぴったりですからね小池さん勝ち同士勝負する、まあ確かに確かに大事だね、やりましょうか、体内時計を、体内時計をね、トーナメントいいでしょう、ただ勝てる気しねえな、その、いや試合じゃないから、いやじゃなくて、体内時計だって実は僕とねねさんの時の戦いもヒカルくん、ほぼドンピでしたよね、ちょっとこれは、まあ、あのスマブラは勝っちゃうと思うんだけど、ほんとごめん、オーケー、うん、やろうか、うん、いつもありがとうね、はい、小池さんいきなり今 JK になったのかと思ったわなんでよ、ドンピドンピあー、そういうことね、ドンピシャリはね、うん、俺の知ってるドンキーと違うな終わりだ、え、マジ、あ、ほんとだ、え、これ10分、1分で終わらせる感じ、いや、じゃあ何分、あ、RTA 開始、これもしかして、あれ、もしかして、あれ、え、これもしかして、あれ、これ巷で流行りの RTA ジャパンの種目ですか、来たわね、うん、あ、押し込んでるし、え、なんで、そ、終わりだ、小池さん、あいつちょっと、あいつちょっとあれしてんな、いいよ、はやっ、はい、本気、うわー、はい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 、さくらどうでもいいです、どうぞどうぞ、さっきからだけどうぞ、俺でもいいですけど、俺はもうありですけど、いいですか、52秒、37、46、2、33、52、56、52と37、37、さあ行きましょう、よーい、あ、お前ピタリ、ピタリ、もうブレるわ趣旨が、見て出すな、勝ちは俺だったはずなのに、体内時計、体内時計王は初代スタンプ一応プレイヤーなんで、はい、小池さん、やったー強いわ、いや、くそ、こんなに早くして
早すぎだろ、早すぎだろ。ごめんね、ちょっともうこれぐらいで終わらせようと思って調整してたからさ、ちょうど50分ぐらいかな。わざとやられてたって言っていいのかな。うん、そう50秒で終わらせにしよう。しまった、普段こんなに早く撃墜せんからな。まあでも大体サンタでしてる時、あのこういう感じのすごい早く終わってサンタでしてる時間って50秒ぐらいなんだよ。そうっすよね、マジで、うん、はい、すごいそこに集結してるんだけど。大体50秒、大体50秒、50秒、そう、ボコされた時大体50秒。ボコした時とか、ね、ボコした時のボコされた時大体50秒。歴史のね、教科書のね、古文の時から。引っ張ってたね、今。石のゲームキューブの時からやった。コントローラーの位置まで変えて真剣にヒカル君とやったのに。正しいよ、それが45秒って。体内時計は。体内時計は。小池さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。これであれだね、スマブラハウスの今度3本勝負の中に入れられるね。3本、あ、体内時計を。これ勝てる。これ、剣呼ぼう。あと4つ何なの？あ、スマブラハウスのその3番勝負かってこと？そう。いや、いろいろ企画がある。あ、そう。一つは体内時計はなんだ。体内時計らしいですよ、思わないですけど。あと4つ何なんだろうな。気になる。まあ、さあね、さっきけあの光くんが言ったように研鑽でやってほしいね。確かに。やっぱ鋭いもんなんですかね。わかんない。でもチラチラ見てんじゃん。逆に。いや、どうなんだろうね。でもやっぱあんだけタイムアップしてれば、まあ、タイムアップしてるかどうかわかんないけど、うん、分かってくんじゃない？感覚でも。ありそう、ありそう。あ、これ今半分ぐらい来てんな。そう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 。ね、これペースあれだなって、これギリギリになるなみたいなことを多分考えてる可能性高いですよね。ぜひまた検査に来ていただけたら。ひどい。ディフェンディングチャンピオンのジャパニーズ小池と検査ぜひ対戦してほしい。対戦よろしくお願いします。ちょっと頑張りますんで。小池さんと対戦したら来る可能性あるけどね、検査、ね、そっか、早すぎて。それはちょっと、でもそこまで含めてですから。どこまで把握してるんでしょうをちょっと競う。まあ確かにね、僕が一番だって歴は浅いですからね。スマブラのそれ王者ですから。ツイッターのツイッターのプロフィールに今から書きます。ネタバレになっちゃう。でも動画上がった後じゃないと。動画上がった後に初代チャンピオンなのに。体内時計を初代チャンピオン。書かないです。はい、ということで、今回の動画は以上となります。ニエトロさんをお招きいたしまして、いろいろな企画やってくださいました。ありがとうございます。本当、はい、いや本当にあの小池ガノン会はですね、小池ガノントレース会ですか。本当にびっくりするぐらい僕だったんで、もうなんかね、うませって引いたもん。いやいや、バカった、マジでキモいって出ちゃう。どれだけその特徴を捉えるかとこに重視してるから。マジですごかった。本当にちょ、またね、なんかぜひ今度はねねさんのロボットとかもね、あ、はい、やっていきたいなと思いますし、ちょっとそこまでいくとロボット使えなきゃいけない可能性が出てくるね。なるほどね。ロボットはちょっとむずいかもね、キャラ的に。なるほどなるほど。ガノンはやりやすかった。ただまあいろいろ今後もやっていきますので、ぜひね、チャンネル登録と高評価していただけたら嬉しいなと思っております。そして概要欄の方にですね、ニエトノさんの、オープンレックのチャンネル、そして、YouTube チャンネル、それから Twitter、 ヒカルくんの Twitch のチャンネルと Twitter、ねねさんの YouTube チャンネルと Twitter、 レインさんの YouTube チャンネルと Twitter の方貼らせていただいております。誰かしらは必ず毎日、どの時間でも大体配信してます。ほぼ配信してます。 YouTube ですか。うん、そう、ほとんど、まあ、週1であのサブスクでオープンレックはしてるけど、いいですね、それ以外はもうなんかほぼほぼ毎日 YouTube で配信してます。ありがとうございます。もう見てください、ぜひ皆さん。概要欄からね、行けばすぐ飛べますから、ぜひ。昨日もウイスピュートに切れてたから2時間半、2時間半切れてた。辛い辛い回があったそうですね。ということで、今回の動画は以上となりますので、また次回の動画もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。ありがとう、殿。